では早速、ブローしていきます。じゃあまず琴美ちゃんがこちらね、つけてくれたところから外してやっていきますね。まずこちらのクリップを外していただいて、そしてまずドライヤーを、まずね、この新生毛、髪の毛がね、この新しく生えたところあるでしょう、この根元の部分、ここからドライヤーをかけていきます。このように根元をね、まず乾かしていきます。毛先の方はね、まだ乾かさないでください。そしたら今度はこういうロールブラシを使っていきます。こちらで、ね、髪の毛をこのように引っ掛けたら、直接当てるんではなく、このように滑らせるようにブローしていきます。そして最後に、冷風に切り替えて、このように毛先を丸くしていきます。これで毛先までうるうるつるつるのブローが出来上がるわけです。これを全体的に、あと残りの3ブロックやっていきます。